松木大石城、松木村は栃木県上津川郡にあった村。足尾鉱毒事件によって1902年廃村。正式には1889年の町村合併によって、すでに自治体としては消滅し、足尾町あざ松木であったが、一般的にはほぼ無人化した1902年に廃村とされている。現在は日光市、松木渓谷。アクセスは徒歩のみ。 栃木県西部、足尾14号の1、ほぼ全村が山林である。中心部を川が流れる。この川は渡瀬川の源流部にあたるが、ここを流れる川は栃木県内では一般的に松木川または松木沢と呼ぶ。村の名前は松木だが川の名は松木である。なお国土交通省ではこの川の名を渡瀬川と呼ぶ。 役場及び集落は、松木川の砂岩のわずかな平地に存在した。村名は、文字通り松の木に由来し、天保14年3月の終門後改め町に、松の小立に囲まれた山村であることが記されている。旧松木村の入り口には、足尾環境学習センターがあり、足尾銅山の歴史や環境問題を、映像や展示を用いて紹介している。同センターを運営する。 NPO 法人アシオに緑を育てる会は、松木村跡で植林活動も行っている。アシオ環境センターの先には、一般車両の通行を禁止するためのゲートがあり、本港冒頭の石碑までは、徒歩で約30分かかる。道中には工事関係施設が見られる。日光市観光協会は、松木渓谷を日本のグランドキャニオンと称されていると記し、 観光スポットとして公式サイトで取り上げている。伝承によれば、700年、日光を開いた、衝道商人がこの地に入り、寺を建てた。衝道商人の弟子であるエウンは766年から788年まで、片当時を守護したとされる。慶長年間に、銅鉱脈が発見されるも当時の採掘技術は未熟であったため表面から浅くしか掘られず、 足尾号全体でも採掘関係者は親方38人と、甲府くらいで、多くは農林業に従事し、人口はほとんど増加しなかった。天保14年3月の集門後改め帳によると、当時の松木村に、10戸は36戸あり、国高は96国4と3章7号、高知は20章6単9世17歩で、足尾里では最大の生産量であった。 1853年の調査によれば、37個178人が住んでいた。主な産業は農業で、養蚕のほか、大豆や野菜が作られていたが、水田はなく、稲作は行われていなかった。明治に入ると、足尾銅山で銅が増産されるようになる。安藤中太郎の描いた1880年の足尾本山の絵には、樹木が生い茂る松木沢が描かれており、 まだ、不起所と呼ばれる伝統的な精錬法で、環境負荷が小さかったことが伺える。1884年以降、精錬所からのキラにより、クワの木が枯れ始め、ついで農産物に影響が及んだ。樹木の古死は、新炭材の不足を招き、村民の生活に支障をきたした。続いて、精錬に必要な木材が大量に伐採された。 古川一兵の所有する足尾の山林はごくわずかで、あり、寒有林、民有林を借用、買収して、伐採を進め、伐採地は県境を越えて、群馬県にまで及んだ。1887年4月、村で毎年この日に行われていたあぜ焼きという畑の枯れ草を燃やす作業を行っていたところ、この日が山林に燃え移り、下流の赤倉、的盗付近までを焼く。 大規模な山林火災に至った。この後、足尾の山はさらに荒廃が進んだ。ただしこれは、高毒ガスにより立ち枯れていた木に火が移ったために、大火事になったのであり、山がはげたのは、足尾銅山が原因であるという主張もされている。また、本当に火災があったのかという火災の発生そのものを、疑う意見や、炎症範囲が、鉱山の沿岸地域と一致することから、 火災の原因が本当に村民によるものなのか、火災の規模が当初からこれほど大規模であったのか、という疑問を呈する人もいる。火災では、ゲタさんは2005年現在もそのままである。これに関しては、単なる山林火災で、山が100年以上も再生しないとは考えられず、足尾銅山の高毒ガスがはげ続けている、主原因だという主張もかなりなされている。 この大規模山林火災の後、村では産業が立ち行かなくなり、多くの村民は村を出た。1895年10月24日に、古川の代理人と村民ら30人との間で、時代契約が交わされ、地下の3倍半に相当する300円を、鉱山側が支払う代わりに、村民は今後一切、子孫に至るまで円外に対する損害を請求しないと明記された。この時代、 足尾銅山側は、精錬に使用する材木を伐採するために、祭木に林道を作ることを計画。予定地を購入しようとしたところ、残留村民らは、全村上都でなければ応じないと主張した。東京日日新聞は、鉱山側支持の論人を張り、読売新聞は、村民側を擁護した。1897年、日本政府は、 榎本武明の商務大臣の地位と引き換えに予防命令を出し、古川は100万円を投じて脱竜島を建設し、煙突を1カ所に集約した。これによって塩害はなくなるはずであったが、実際には広範囲に塩害を広める事態となった。残留村民らは、田中昭蔵が会長を務める足尾行読被害、救済会に救済を求めて、田中昭蔵本人も、 村民代表らと面会をした。1901年3月13日に、宇都宮地方裁判所で行われた裁判では、工業条例第48条により、原告の敗訴判決がなされた。旧裁会は、構想村民に進めるも、村民側は誇示し、足尾銅山側と賠償金による示談の道を探る、ことになった。旧裁会の仲介で村民と銅山の交渉が、 持たれたが、村民側が7万5千円での買い取りを提示し、銅山側が3万円を主張するなど議論は平行線をたどり、関直彦を仲裁人に立て、1901年7月12日に、ようやく村民と銅山の直接代面が実現した。1901年12月に行われた銅山側との交渉で、残留村民25名全員が、全村を、 銅山側に4万円で売却し1年以内に移転することで合意が成立した。救済会が仲介を行ったのは、松木の後輩が、公読被害であるというように、銅山側が事実上認めたためであるとされている。松木の不動産の所有権移転登記が行われたが、村民の保守の金次郎は別の用があり、当日、登記に参加できなかった。これに対し、銅山側は、 陶器日が同一ではないと困ると苦情を申し立てた。これに対し星野は激怒。移転陶器は行わず、死ぬまで絶対に、松木から出ないと宣言した。星野とその息子の2名を除く残留村民23名は、足尾高毒被害救済会に感謝状を送り、村を出た。なお、星野以外の不動産所有権移転登記は主に1901年12月27日に行われ、 1902年1月までに完了した。星野は宣言通り村に住み続け、立ち残こうとしなかった。移転登記が行われなかったため、銅山側も合法的に星野を急損害に移転させることができなかった。銅山側は、たまたま星野宅付近に銅山施設で使用する水の取水口があったことから、星野は取水口の水盤として雇っているということにして、 それ以上星野に立ち退きを求めなかった。銅山側は買収した松木の土地を堆積場とし、鉱石くずなどを次々に捨て始めた。しかし、堆積場に行くためには星野の土地を通らなければならなかった。星野は銅山側が土地を通ることを認めなかったため、ここでも紛争が起きてしまった。この紛争は後に星野が移転するまで続いたという、最終的に 旧松木村の下流部に足尾ダムができると、1951年頃、星野親子は村を出て、完全に無人化、約1200年にも及ぶ歴史にひっそりと幕を下ろした。松木村に隣接する旧蔵村、新田本村も、同様に円外で廃村となったが、いつ頃だったのかは不明である。おそらく、松木村と、ほぼ同時期だったと考えられる。ただし、旧蔵には、 日光中禅寺湖方面に抜ける道があったため、その後も完全には無人にはならず、茶店などが残っていた。また、廃村後の1922年までは銅山の社宅もあった。茶店も社宅がなくなった頃に廃業し、この頃無人化したと考えられる。樹木のない荒涼とした風景は、日本のグランドキャニオンと呼ばれることもあったが、現在は、 残死除去や森林緑地再生などの地産、地水活動が行われ、徐々に植生が回復しつつある。2016年7月には、特定非営利活動法人 w 2 1の主催により、フィリピンベンゲット州で、鉱山跡地の植生回復に取り組んでいる関係者を対象とした植林再生、植生回復の技術習得研修が、末期で開かれた。 鉱山開発によって失われた植生を回復すべく、黒松、ヤシャブシ、ニセアカシアなどの植樹が行われてきた。さらにコナラ、ミズナラ、ブナ、イヌブナなどの在来紅葉樹を斜面に植える取り組みは徐々に成果を上げ始め、2005年から松木の薄沢で植林活動を行っている特定非営利活動法人森人プロジェクト委員会は在来紅葉樹を複数樹種混合して、 高密度に植栽し、9年で高さ8メートルの樹林を育成することに成功した。2010年に青木純一らは薄沢で調査を行い、32種のササラダニ類の生息を確認した。薄沢は森人プロジェクト委員会が植樹する以前から栃木県が植林してきた地であり、有機物を分解するササラダニが多く確認されたことにより、 長年の植樹に自然回復効果があったことを証明した。松木沢には鹿、猿、イノシシ、アナグマ、ノウサギ、ツキノワグマなどが生息し、特に鹿や猿は人間との遭遇率が高い。薄沢では2017年秋にカモシカがネットに絡まっていたことがあり、カモシカが生息していることが確認された。ありがとうございます。